久保田七段は兄弟子の深浦光一、九段と同じく1972年生まれで、羽生世代の少し年下だ。現役生活は4月で28年目を迎え、全騎士参加期戦ではベスト4入り3回、非公式戦を含むの実績がある。順位戦は1年間に及ぶリーグ戦で、相撲の番付のように騎士の名前が並ぶ棋戦だ。勝敗で順位やクラスが入れ替わり、その変遷をたどれば騎士のポジションが把握できる。 久保田七段は真ん中の B 級2組に所属しているが、そこにたどり着くまでは波があった。順位戦の道のり、振り、飛車等の教授、藤井聡太二冠戦の意気込みをお送りする。全2回の後編前編へ。久保田七段の順位戦、初参加は、1994年度の第53期、C 級2組です。1期目は8勝2敗と昇級レースに絡む活躍を見せます。 ところが、第58期1999年度と、第60期2001年度に、高級点がつき、30代を目前にフリークラス陥落の危機を迎えました。久保田手ぬるい。体調不良もありましたけど、優勢でも腰を落とす敗勢で、もう一踏ん張り、そこが足りなかったです。しかし、第61期に C 級1組に昇級します。高級点2つを取ってからの昇級は、古・木下明七段と、 久保田7段の2人しかいません。昇級の要因は何ですか久保田なんとなく望んだことでしょう。普通は高級点に怯えて、必死になったり、カチカチになるかもしれないですけど、とにかく刺すかという気持ちでした。初戦の、橋本隆則4段、現8段で、永久一気に逆転勝ちできたので、今期は違うかなと思いましたね。渡辺明竜王、ばっかすぎる、を振り返る。 C 級1組では第63期2004年度に高級点がつきます。しかし、その翌年は7勝3敗で高級点を消しました。最終戦は勝てば、昇級だった渡辺明竜王、肩書は当時で21歳。現名人を任します。昇級失敗を覚悟した渡辺竜王が当領後にばっかすぎる。とうなだれたのは有名な話です。 久保田その勝負は、竜王を止めて、騎士として名を上げたいのに加えて、昇級を争った競争相手だった、岡崎さん用七段。当時は、六段と付き合いがあるので、援護射撃したいという気持ちが強かったです。渡辺さんは体育座りしていましたね。結果は自信につながりました。結果は、岡崎七段がトン死で、大逆転負けを喫し、渡辺竜王が B 級二組に昇級です。久保田七段自身が、 C 級1組を抜けるのは、第67期、2008年度です。最終戦は、自身が勝って、競争相手の広瀬昭人5段、竜王1期、大井1期獲得。現役級騎士の8段が敗れた場合のみ、昇級と厳しい条件でした。久保田、とりあえず自分が勝つしかないので、対局が始まったら、他局は気になりません。事前の保守感情も、あまり意識しませんが、昨今は昇級レースに絡んでおらず、 高級点のかかった一番だと、条件は少し気にします。昇級なら刺そう。高級点だととにかく刺すかという心境です。いずれにしろ、プレッシャーには向き合っていくしかありません。対局中は、前のメリになってしまったら、姿勢を正しく直す。そうやって気合を入れてから緩めると、ちょうどいい感じです。私は座禅を月一回やっていて、落ち着いて呼吸を丁寧に行うのがいいですね。そうそう、増田構造先生個人。 実力性、第四代名人が、剣術では、相手がすっと息を吸った瞬間に打ち込むから、将棋も同じように、相手が息を吸い込んだ時に刺すのが大事だと言ったそうなんですよ。確かに重病将棋だと、相手が息を吸った瞬間に、絶妙種や意表をつく手を刺せば、そのまま息を飲み込んで、時間切れということもあるかもしれませんが、笑い。それがないと、勝負師として枯れてしまいますから、B 級2組に在籍して、 今期で連続12期になります。B 級2組はどういう特徴がありますか久保田自分は現状維持が続いています。高級点がついても消せるかなと思っていましたが、最近はきつい。というわけで、高級点は取らないようにという、当たり前の結論に落ち着く、わけです笑い。B 級2組のメンバーを見ると、世代交代を感じます。新陳代謝がちゃんと行われていれば、若手が増えるのは当然です。 若手は上り調子だし、上のクラスから落ちてきた騎士も、前世紀ではないとはいえ、私が見ていない世界を見てきたわけですから、その差が勝負にどう影響するかだと思います。第74期2015年度は、3連勝中の糸谷哲郎流王を止めます。最終的な結果は糸谷昇級となったものの、あと一つ負けていると、昇級失敗でした。 久保田7弾は4勝6敗で糸谷戦に敗れていると2つ目の高級点がついて C 級1組に陥落するところでした。久保田タイトルホルダーと当たると騎士として名を上げようと特別な気持ちが湧きます。意地が空回りしてしまうこともありますけど、それがないと勝負師として枯れてしまいますから、精神的要素を足していかないといけません。まあ、藤井君はプライドとか感じることなく万丈に打ち込めているんでしょうけど。 東海の鬼、師匠に言われたこと。久保田七段の今季順位戦の戦いぶりを見ると、長手数の将棋が多いです。昨年12月の八回戦、藤井二冠の師匠、杉本正隆、八段との勝負は特に激戦でした。朝10時に始まって、22時前に千日手になり、差し直しつぼねは、午前2時過ぎに、久保田七段が、164手で制しました。長手数は自分の土俵ですか久保田そうですね。 自分は長い戦いの逆転儀が頼みの一つでした。ただ、近年は粘っても報われず、100て行く前に大勢が決することも多くなっています。序盤から差をつけられないようにするため、時間を使うことが増えてきました。読む材料を広げて、精度を上げるのが理想ですが、研究していても対局中に、新たな考えが浮かんで迷います。自分がこう指すべきだという手と、常識の手、そこの選択をうまくできてない気がします。 どちらを選ぶにしろ、ちゃんと決断して後悔しないように刺さないといけません。師匠の花村元次九段は、元神剣士で、東海の鬼と恐れられました。久保田七段の、奨励会入会から一年ほどで亡くなられましたが、何か師匠に言われたことはありますか久保田、いろいろ伺いましたが、人間同士の勝負を、皮膚感覚で伝授された気がします。一曲の流れが大事だ。流れを断ち切って、次の一手を考えるのも重要だ。 単純に考えると矛盾しているようですが、そうではありません。一手一手を断ち切れば、流れにとらわれない新たな発想が生まれてくる。とはいえ、人間は流れを救って、それに乗っていく方が、パフォーマンスを発揮しやすい。そういう意味でしょう。久保田七段は、振り飛車党ですが、かなり独特な気風だと思います。振り飛車といえば、軽く裁く、または厚みで押し切るのが一般的でしょう。しかし、久保田振り飛車は金銀の分裂や、 球の露出を厭わず、崩壊しかねない人形を力づくでまとめるイメージです。久保田実践的な振り飛車です。もちろん軽い裁きや厚みも好きなんですけど、なんだかんだで受け身に回りやすいですね。先方で影響を受けたのは、藤井岳、九段の四魔飛車、藤井システム、佐藤康光、九段のダイレクト向かい飛車です。修行時代は、大山康春15世、名人、森安秀光、九段の将棋に基本を学びました。 菅井くん、達也八段。大い一騎、元令九騎士の振り飛車は参考になります。こんな差し回しでいいのかなぁと思うけど、しっかりまとめるじゃないですか。実践的で、勝ちやすさの要件をつかんでいるんですよ。藤井菅井戦は、好勝負になっている印象です。最後に藤井戦の抱負をお願いします。久保田先手番なので、主導権を握りたいです。ただ、実際は悪戦苦闘するかなと思います。 その中で最善を追求して自分の良さが出て何とか抜け出していければと思うのですが、息長く刺す中で正気をつかむつもりであります。当日までしっかり作戦を練りたいと思います。次のオーディオビデオでお会いしましょう。